ハラブジャは、イラク北部のクルディスタン地域のハラブジャ県の県と、首都バグダッドの約2 4 0トル北東に、位置し、イランとの国境まで1 4トル、国境周辺のハウラマン地方に含まれる。北東に、ハウラマン山脈とシュナーエ山脈、南に、バランボ山脈、西に、セロワン川がある。ハラブジャのクルド人は、空に方言を話すが、周辺の村には、 コラニゴワしも暮らす。ベッカー、アワイ石からは、アーメドムクタール・ジャフやタイアール・バンク・ジャフ、アデラ夫人の墓が発見された。2009年8月には、市内のアボブル地区で17世紀の墓が3人分、発見された。これにより、ハラブジャは、オスマン帝国が1850年頃、建設したという説は否定された。 しかしながら、近代的な発展は20世紀前半からで、郵便局は1924年に、小学校は1925年に、カソリ将軍及びハミットバック市場は1932年に建設された。1940年には電気が使えるようになった。20世紀初頭には多くのイギリス兵が駐留していた。第二次世界大戦中にアデラカヌムが、 複数のイギリス兵の命を救ったことから、カーンボホドゥール、勇気の王妃と称えられた。彼女は、新しい刑務所を建設し、裁判所を設置して、初代裁判長に就任し、新しい市場を設置した。1987年3月から1989年5月、イラク政府がアンファルの虐殺を行った。近くのカニアシコン村とモルデナ村は、 ペシメルガに協力したとして、皆殺しにされた。イランが支援する、クルドジンゲリラのペシメルガは、イラン・イラク戦争末期に、ハラブジャを占領した。1988年3月16日午前11時、2日間の砲撃戦の後、イラク軍戦闘機がハラブジャに毒ガスを散布した。少なくとも5000人が虐殺され、7000人以上が負傷や後遺症に苦しんだ。 犠牲者のほとんどは、クルドー人市民だった。神経ガスのタブンやサリン、VX ガス、マスタードガスが使用されたと考えられている。CIA の元上級分析官のスティーブン・シー・ペラティアによると、イラク政府はこの中で、マスタードガスのみ保有していた。2019年の研究によると、30年以上、経っても生存者が生物学的、心理的、 社会的な問題に苦しんでいる。終戦前にイラク軍はハラブジャを完全に破壊した。1991年にハラブジャを含む地域にイラク領クルディスタンが成立する直前に新しい新・ハラブジャが建設された。難民も移住してきたことで人口は約9000人に達した。2000年から2003年にかけて西の小さな飛び地が イスラム過激派のアンサール・アル・イスラムに占領された。イラク侵略の中で、アメリカ軍の近接航空支援とともに、クルギスタン愛国同盟のペシメルガが、アンサール・アル・イスラムを奪い返した。2003年以降は、自治政府が復旧を行っている。2006年のガス攻撃記念式典で、約7000人が、自治政府は、ガス攻撃被害者に真摯に向き合っていないと一部が、 暴力的に抗議した。道は封鎖され、ガス攻撃記念館は放火された。警察が発砲し、14歳の少年を殺害、多くの市民を負傷させた。2008年、空港建設計画が発表された。2010年3月、イラク高等裁判所は、ハラブジャ事件を虐殺と認め、クルリスタン地域政府から歓迎された。 2017年11月12日21時18分、ハラブジャの南南西3 2トルを信号とする地震が発生した。とても暑い夏と涼しく湿った冬が特徴の地中海性気候に属する。ウィキメディアコモンズには、ハラブジャに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。